はい、皆さんこんにちは、あげおです。今回は毎日王冠の最終予想となります。先週はスプリンターズステークスで本命にしたルガルが1着、シリウスステークスで本命にしたハギノアレグリアスも1着でした。2024年9月終了時点で重賞で本命にした馬が単勝回収率 195%、 残りの競馬もこの調子で頑張っていきたいと思います。それでは本題の方に入っていきましょう。毎日王冠の好調競馬は画面の2頭です。詳細な調教解説や前頭の評価は別の動画で行っています。リンクは概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。というわけでここで毎日王冠の本命を発表します。2024年毎日王冠の本命はエルトンバローズです。ここからはエルトンバローズの詳細な推奨理由を説明していきます。毎日王冠は 1800m のスペシャリストがよく構想していました。まず過去10年の勝ち馬を並べると10頭中7頭がこれまでに 1800m で重賞を勝ったことがある馬たちでした。このレースは 1800m ということもあって1600m を中心に頑張っているマイラー気質の馬と 2000m ぐらいが適正距離となる中距離馬も出てくるのですが、やはり有利になるのは 1800m のスペシャリストというわけです。前走距離のデータを見ても前走同距離だった馬、前走 1800m だった馬が最も高い構想率となっており、単勝、複勝ともに回収率 100% を超えていました。やはり前走でも 1800m を使った馬、1800m にこだわって使っているようなスペシャリストが有利になるでしょう。エルトン・バローズは 1800m のスペシャリストと言っていい馬で、この距離では一度も馬券圏内を外していません。前走も重い金量を背負うハンデ戦以外の選択肢もあったはずですが、それでも中京記念を使うなど 1800m にこだわって使っています。次の G1 を目標とする馬も多いですが、エルトン・バローズは 1800m のここを勝負と考えている可能性は高いです。先ほどエルトン・バローズは 1800m のここが勝負と考えている可能性は高いという話をしましたが、それを証明するのが追い切りの内容です。一周前追い切りでシーウッド6波論79秒なら、これまでの中で2番目に速いタイムを出してきました。この時は3波論36秒1、1枚11秒1でまとめ、合わせ馬も置き去りにするなど文句なしの内容でした。最終追い切りのハーロでも楽々1枚11秒台を出しており、これは状態がいいと見て間違いありません。調子が良かった昨年の秋頃の動きが戻ってきました。今回は去年のこのレースやマイルチャンピオンシップのような走りに期待できるでしょう。ここを目標にきっちり仕上げてきた印象です。去年のこのレースはソングラインとシュネルマイスターが後ろでごちゃついている間に勝ってしまう恵まれた勝利ではありましたが、今年のメンバーを見るとソングラインやシュネルマイスターほどの強敵は見当たりません。このメンバーなら去年ぐらい走れば十分構想可能だろうと見て、この馬を本命にしたいと思います。最後まで見てくれた方へ限定でお知らせです。最高以下の印や買い目をブログにて公開中です。スプリンターズステークスは単勝ワイドの的中で回収率 2418%、 シリウスステークスは単勝馬連の的中で回収率 594%。 リンクはコメント欄概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。というわけで今回はこの辺で終わらせてもらいます。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。